安田館彫刻美術館アルテピアッツァビバイ野外美術館に来ました。今日は定時ガイドツアーがある日なのでツアーに参加したいと思います。札幌駅入ったところにこれに似たような石、よく待ち合わせするところがあると思うんですけども、その彫刻を作った方の美術館です。なのでこれ似てます。石の彫刻をする方、札幌市内も芸術の森とか北田か、いろんなところでこういう石があったらもう関さんのっていう感じなのかな。ちょうど紅葉が綺麗なので彫刻と紅葉の色のコントラスト、とっても綺麗です。学校の古い校舎みたいなのかな、学校の庭園に作ったっていう感じ。この校舎は最近まで幼稚園で使われていたそうです。なんか幼稚園の声とかが聞こえるといい感じだったのかなって思います。石の上に水が張ってある池みたくなってて、とっても綺麗です。すごいコントラスト。なんかね、透明感がすごくね、キラキラってしてる。美術館に似合うね、もみじがね。この塔は何でしょう。あ、旗。あれ、栄小学校跡地だってさ。学校の跡地、ね、社会小学校の跡地、こういう円形、本当こういうカーブのツルツルってしてる感じがね、関さんの特徴っていうか、私たちそういう風に見てるよね。こういう黒いブロンズっていうのかな、こういう丸みがかってる感じと、あとはこう四角、結構なんかスペルの E に似てるんだけど、なんか E とか真四角とか、あとは丸い感じが特徴に見えますね。で、今は触ったりコロナだからできなくて残念なんだけど、こう本当はね、触って感じたり、あとはトントンって叩くと金属だからこう音が出るみたいです。この白い E みたい文字が少し斜めの感じになってる。なんか作者のイタリアのフィレンツェ、なんか頭の中でバイオリンの音楽が流れてるわ。こっちはギャラリーと、2階はミュージアムショップで使われてる。旧校舎の中はミュージアムショップになっていて、ミニチュアなのかな、とあとは栄小学校の効果が掲示されたままになっています。で、こちらがミュージアムショップです。教室入っていくと彫刻のミニチュアが置かれています。こちらは絵が飾られています。ああ、学校の跡っていう感じ、懐かしいな。滑り台だとかジャングルジムとシーソーかな。今そういえばシーソーってないよね、危ないからかな。ないね。綺麗になってる。あー、滑り台、懐かしい。水飲み、激しすぎないこれ。あれ、すごい発見した、また水飲みの激しいやつ。あ、
嘘、ちょっと。こっちはギャラリー入り口、こちらが水の広場と言われているもので、天聖天目と言われているそうです。で、こちらの四角いものとこちらで一つのセットになっているということで、水のせせらぐ音が聞こえてきてます。水が真ん中通ってます。こちらが大理石になって近づいてみるとキラキラしてます。全体的に点々ってキラキラしてる。キラ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 、近づいてみるとキラキラがよくわかるね。お、ちょっと逆光線にしてみるとキラキラ感がわかる。あ、動画でどのくらい伝わるかな。この画角、この画角上から下を眺めたところ、これが上から見た2つの四角。水流れてます。ずっと向こうの森の方から流れている水のようです。ここに登っていくところがあります。丘を登っていくとこういう四角いモニュメントがあります。中にはこういう彫刻があって階段状になって降りていけるところがあります。降りていってみます。ここ降りていって入っていくと外のそういう電線とかが見えなくなって、なんか別世界に行ったような感じになるみたいで、行ってみます。丸い白い大理石があって、しゃがんで見た景色はこういう電線とかが見えない綺麗な世界。どんな感じ？すごいコントラストがマッチしてて、コントラストがいい？で、立ち上がってみると電線が見えちゃう、こんな空間です。丘の上から見た風景、あ、鹿の糞潰れてない？ここまで鹿来るんだ。向こうの方に小さな彫刻かな、たくさんあるので行ってみます。これちょっと不思議な形してるんですけど、私はこういうなんか果物かなって、いろんな何々かな何々かなって見るのがいいんだよね。あ、近くで見るとまた不思議。真正面から見ると壺みたい形なんだけど、横から見るとちょっと卵が形してて、まるでなんかアヒルかなとか、こういろいろ想像しちゃうんだけど、そういう想像が美術なのかな。ね、一つ一つに安田寛さんってタイトルをつけてないらしいんですよね。それでこう皆さんに想像してほしいっていう願いなのかな。大きなモニュメントがあって、耳みたくね、穴があるのね。わかるかな？穴です。これはリヴァイの炭鉱の遺族会の方たちの希望で作られたモニュメントだそうです。
心配とかね、あったね。芝生の中に火が埋め込まれているね。これなんて書いてあるの？心配の根絶の思いを込めた。ああ、心配の思いね。で、タイトルが胸いっぱいの呼吸を。で、火に書かれています。美術館の中にはカフェもあって、窓から景観を見ながらお茶できるっていうところがあります。奥の方に少し山上がっていくとこなんですけれども、この美術館で一番大きな碑があります。マム、マムという彫刻、真実はないマム。結構大きくて私の背よりもずっと大きい感じ。丸い地球みたいな感じなんだけど、大理石で丸くするのっていうのはすごい大変な作業だと思う。全部で7ヘクタールある広い。ああ、結構歩くから疲れるね。なんかこういうの見ると座りたくなるけど、でもダメだよね、芸術作品だからね。あ、なんか森の中にも作品があるんだね。森の中に入っていきます。あ、天聖天目、どういう意味？意味はわからないね。で、森の中に向かってずっと行けるのですが、また四角い枠の中を通っていくっていう感じ。ああ、これも二つで一対なのか、中から見る景観が面白いのかな。これは金属だね。黒い大理石ではないね。違うみたい。分かれ道になってて、また山を進むと作品があるようです。一つが二つの道、一つが二つ吹雪。なんだ、熊生息地域。いや、もう登山の雰囲気だね。あ、結構広い。さっき小さく見えてた作品ありました。ブロンズです。この山道にも作品。ちょっとこれは変わったタイプだね。落ち葉の絨毯だね。維新帰りの道。帰るの？天日。こんなところに卵みたいのがある。わ、ジャングルの中にある感じ。もうすぐ本当に熊に注意ってことで、熊が出そうな山の中っていう感じ。ここはさ、一つの作品を見るっていうよりも森との調和っていうかね、自然との調和を眺めるのがすごくいいかなって感じだね。そうだね、全体空間を楽しむっていう場所だね。